腐敗の剣ローグバールさんへの愛が止まらない、についてのみんなの反応集。世界で初めて銃作った人みたいな凄さ。魔族なのに割と感情あるのも印象的。なんか前線で大暴れして人類をガタガタにしてたやつ。環境的に徹底的にメタ対策されてたのに対戦中に戦法組み直すとか怖すぎる。序盤に倒されたが作中上位の人気っぷり。これでも幹部じゃないのかよ。かといって一般兵でもないし立ち位置としては研究職なのか。道の二つ懐く魔族の人生の大半をかけて作ったのがゾルトラークで、作るまでの間はそれなしで戦ってたと考えるとフィジカルなり他の魔法なりかなり強いはず。長生きしてんだから色々な魔法持ってんだろうね。アウラはヒンメルの速度についていけずに腕切られてるし、このじいさん多分接近戦も相当できる。フィジカルもある技術職って手がつけられんね。グバールさんをフリーレンが一撃で殺したのも、一撃で死ぬ雑魚なんじゃなくて、とっておきの一撃で確実に殺しておかなきゃいけないやつなんだよね。グバールさんをかませ雑魚扱いしてる初見視聴者も世界の強さバランスに気づいたらヤバさを理解しそう。試験編で魔法技術の解説が来るまではアニメ単独ではわかんないだろうな。魔族にとって研さんの集大成で誇りそのものなはずの魔法が余裕で防がれたのに平然と分析して欠点見抜くのだいぶおかしい。目覚めから即座に環境の変化に対応してきたからマジで恐ろしい。人類の進歩10年分を戦闘1分くらいのペースで詰めてきてたからな。ソリテールがやってた魔力による全身防御も下手したらできそうだよね。グバールさん、寝起きに倒しておいてよかった。魔法師に絶対名前残ってるよね、グバールさん。連載は確かここら辺から話題になり始めた気がする。アニメでも初見がざわついてたな。封印当時まだ人類が使えなかった飛行魔法を不意打ちで使われても取り乱さないのすごい。まあ、一瞬見失ったから終わりなんだけど。魔族って生存率上げるために人間に擬態するよう進化したんだっけ？進化前から生きてたか、先祖返りした個体よね。当時設定固まってなかったのかもしれないけど、グバールの化け物っぽい外見ってこの漫画の魔族だとめちゃくちゃ珍しいよね。人間からほど遠い姿してるのもフリーレンからの高評価ポイントだよね。グバールさんはその進化する前から生きてるか、真正面から殺せばいいじゃん、擬態いらねと思っているかのどちらか。オチオチ待ってたら封印解けてリスキルできなくなるんだよな。フリーレンがちゃんとタイミング認識しててよかった。そもそもクバールの封印された場所考えるとこいつだけ人類側の領土に強すぎて突出しまくってたことにならん。一人の魔法が環境を作ったわけだからな。南の勇者が押し込んだ戦線を中央諸国付近まで押し返した。なんで個人が戦線左右してるんだよ。クバール一人に一地方の冒険者4割、魔法使い7割殺し尽くされたんだぞ。防御不能、即死魔法連発してくるんだぞ、こいつ。当時の防御魔法環境を考えると燃費のいい対人用のメドロは連射しながら歩いてくるようなもんか。改めて字面にすると最悪すぎるな。グバールさんを取り逃がして、再研究する時間を与えた場合のこの世の地獄 F ストーリーも見てみたかった。そうなった場合はゼイリエが出てくるだけじゃない？グバさんの時間感覚はエルフと同じだから100年ぐらい研究してからお外に出てきそう。あの数分で適応できるから逃げられたら、数日経つだけでも詰みそう。もしクバールを殺しきれずに放置したら確実に面倒なことになることだけわかる。あそこシンプルに人類の危機だったね。アニメで見返して気がついたけど、ヒンメルが毎年確認しに村来てたのって、封印の確認に来るであろうフリーレンに会いたかったからなのか？それも多少はあるかもしれんが、単純にクバールの脅威度が高すぎるのもあるし、ヒンメルがお人よしなのもあるだろう。誰一人かけることなく、大怪我も負わず、封印するヒンメルパーティー。逆にここまで揃えて封印がギリギリか。封印する魔法がどんなんか未だにわからんな。クバールの株が上がるたびに、こいつどうやって封印できたんだ？ってなる。魔法使いが最初に習うのがアバダケダブラなの怖すぎだろこの世界。でも対策進んでるし防具とか防御魔法の性能向上してるし、ゾルトラークが一般魔法なのあの世界の魔法色強すぎだろってなる。術式が完成度高すぎてすぎて人間にも理解できるんだっけか？技術屋としては本当に素晴らしいな。誰でも使えるし改造できるアバダケダブラ。80年前だとあの連射の一つ一つが防御不可即死攻撃だったと思うとクソゲーすぎて変な笑いが出る。ミスったら身近な人即死するの怖すぎじゃない？魔法戦の攻防の土台になってるし汎用性が高すぎる。なるほど、魔法初心者が習う初期魔法だな。ゾルトラークは人間に理解できる魔法という最大の欠点があった。そのせいで人間同士の戦争で使われまくっ
て、結局人間を最も殺した魔法になるのは何たる皮肉か。人を殺す魔法って名前があまりにもストレートでその通りなのが笑える。この世界の魔法みんなそんな感じだぞ。大体何でも切れる魔法とか大雑把なのもある。歴史変わったってレベルだから機関銃とかそのレベルだよなこれ。弓矢で戦ってるところに銃を開発した。しかもやり方次第で機関銃にもスナイパーにもなる。曲がるし高速で撃てるし全方位攻撃もできる。世界の常識を上書きした点で言えば五条悟と同格。違います。ゾルトラークはあの時代の戦士が混じった冒険者パーティー相手にソロで無双できる性能あるから速度もすごいんだよな。80年前に戻ったフリーレンがこの時代の魔法って威力あるけど速度がなーって言ってて、ゾルトラークははっきりと速度あるビームだからな。魔法使い連中は攻撃力に対して防御力がペラペラすぎるだろ。だから前衛がいるのでは？人間は一撃で殺せるけど、ドワーフだからなんとか耐えれたみたいな感じなのか？それとも種族関係なく一撃必殺なんだろうか？竜はゾルトラーク耐えるから、ドワーフが魔法耐性高ければ数発は耐えられるかもしれん。ドラゴンにはぶちかましても倒せないし、アイゼンがドラゴンより脆いわけがないし、耐性高ければって話になると、アイゼンは無効化できるんだろうなーって感覚に陥る。アイゼンは多分何度か耐えてそう。さすがのアイゼンも5発も食らえば死ぬよ。5発も耐えるの？ハイターもドン引きしてたよ。原作が割と地味な感じのページ多いけど、アニメにしたらすごいいい感じだったね。原作のゾルトラークはなんかこうすごい風って感じだったけど、アニメは削り取ってくるヤバいたわしみたいでまがまがしい。動きモリモリでアニメ化した回があった。アニメ版だとクバールさんのゾルトラークが黒くて冷えっとなった。アニメでクソデカゾルトラークをフェルンが2枚盾で防いでたけど1枚目簡単に破られすぎて冷えってなった。多少魔力で負けてても燃費の差で防御側がキャパ超え、さらに普段から魔力制限して偽装することで攻撃側の魔力残量見誤らせる。それに加えて速射得意っていう。フェルンってなかなかエグい性能してるな。フェルンがヤバいのはどっちかというと潜伏の方。規格外から高圧縮ゾルトラーク狙撃されると大魔族でも死ぬ。ファンタジーもののヒロインにしては渋すぎる。アニメ見ててこんな序盤でもうフリーレンに気がつかれないレベルだったのかってなった。魔術師でもないハイターのところで修行してたのに得意すぎる。フェルンが100年に1人レベルの天才だっけ？人類史上最高の才能です。人類がまだ誰も見たことがない魔法の到達点に行ける可能性がある程度の才能だよ。ゼイリーおばあちゃんの反応を見るにその程度のレベルじゃない。勝ち筋あるから封印を解いたフリーレンに全くうろたえない、クバールさん。クバールさん、ゾルトラークを味方に普及させるために真似できる前提で作ったから広まってるのはそんなに驚きなさそう。最後の言葉がわしの魔法を、だからそこは驚いてるんじゃねえかな。そういやフリーレン不正で見せて、一般攻撃魔法って呼ばれてるよって教えただけで、人間側も使えるとは一言も言ってなかったんだな。クバールさんそこに気づくべきだった。フリーレンがゾルトラーク撃ってくるのは想定してたはずじゃね？ゾルトラークが人類の魔法として組み込まれて一般攻撃魔法になってることはすでに聞いてるし、クバールさんなら想定できていそう。あれはわしの魔法を、魔族を殺す魔法に作り変えたのか、みたいな反応のような気がする。どっちかというと、人間が自分みたいな魔族の魔法を使ったってことの方が驚きだったんじゃないかなって。あの時フリーレンのゾルトラーク魔改造は発覚してなかったから、クバールさん何に驚いてるんだ？っていうのがアウラ戦で開示される構成は面白い。魔法で卑怯なことはしない魔族。ゾルトラークを基本レベルによくできたな人類。人間は集合値と諦めの悪さで何とかした。フリーレンと人類総がかりで数十年だから。フリーレンがかなり協力してるから人類だけで克服できたってほどじゃない。フリーレンも人類だよ。エルフだが。この世界はエルフもドワーフも人類として扱われてる。え？でも、理解できる言葉で命乞いしてる存在を容赦なく殺せるのってもはや人類じゃないのでは？その基準だとヒンメルですら人類から外れるだろ。最新話ですらフリーレンの思考で人類私たちってルビが振られてるのに。初期フリーレンの思考がどちらかというと魔族寄りだったのが悪い。クバール活動を始めたのが僕最近なのはなんでかね？それまでずっと研究一筋でようやくゾルトラークを完成したからか？研究で引きこもってたけど、南の勇者に戦線ズタズタにされて、上に泣き疲れた説。クバールさんが11人いれば魔族が勝ってた。バランス悪くない？南の勇者も3人にしようぜ。ことあるごとに株が上がる2人。クバールと南の勇者だけ三国無双みたいな挙動してる。魔王様は南の勇者に一方的にボコられて死にそう。大
だから魔王の腹心の七宝剣が束になってかかる必要があったんですね。魔王城の位置考えると死んで魂になる必要があった感じはあるんだけどね。殺した人間との対話のために。ああそうか、オレオールがマジで天国だとしてそこにいるってことは魂と対話できるのか。えっ、じゃあつまり魔王が人類絶滅しようとしてたの、みんな死ねば共存できるとかそういう考えだったからってこと？クバールさんは死んだけど主人公のメインウェポンがゾルトラークだから影は一生濃いんだよね。そこに君はいなくともきっと見つけられるじゃん。勇者はクバールさんの曲だったのかよ。このチャンネルでは話題のアニメや漫画の反応集を紹介しています。よろしければコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。